はい、こんにちは。高知熱帯魚サービスの久田くです。またね、練習しようね。今度はトランペットだ。まあ、よく行き当たるな。全く違う方なんですけど、ここは高知市。鏡川なんです。でもね、電車逆行なんですよ。電車は取れないかもわからんけど、ちょうど来たら取れたらいいね。ということで、毎日練習ですよ。練習してみたいと思います。高知市で初めて来ます久田です。こんなに行きっぱなしにしてたらいかになろう。映像を送ってきてます。5メートルぐらい上がった。安定して飛んでますよ。なかなか今日は中止がいい。はい、おりこちゃんだね、帰ってきたよ。おりこちゃん、電車が来たのに。あれ、電車どこ行った？
ゲイ。バッチグフです。もう一つ試してみたいことがある。こっから飛ばして下に下ろして上がってくるのがいけるかどうか。これやると橋の下くぐりができるやんってね、いただき思いますよ。橋の下くぐりの練習をしたいと思います。ここに橋があるつもり、エアー橋なんです。はい、行くよ。いい感じやん。いい感じやん。橋の下くぐるよ今から。うわうわ、反対反対反対。そうそうそう、橋の下をくぐります。そう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 、くぐるよ。はい、くぐって急旋回。あれ、ええか、どっち向いてるこれ。もう一回行くよ。もう一回行くよ。橋の下くぐります。アップします。旋回します。アップします。絶好調やん。わ、倒れとったね。絶好調やんこれ。いいちゃん58、絶好調ですよ。邪魔やね。さあカイロ買いに行こう。今日は本当はカイロ買いに来たんよ。今から去年動画で出演してもらった市川君やったかな、市村君やったかな、店長のとこへ。今年店変わってるって言ってたからね、今から行ってみたいと思います。あ、火がかけた。これ火がかけたとこも撮ろうやん。火がかけたところ、急いで。
バッチグーお帰りなさいです、はい、お帰りなさいよったねありがとうございました。わ、ちょうど店長おったんや。ええ、店やん、おめでとうございます。定期移動ですか。5ケースは一応頼んだんで、うん、また来るんで、あるよね、まだね。多分一番冷やいときに切れるから、もうちょっと頼んどかないかんかなと思いながら、まあ売るとこないし、去年は車1台あるとこがあったんで、それの後ろに全部置いとった。今年もすでに入っとるからね、荷物が。だけどまあ5ケース取って、あ、12月ぐらい。でも何月だよ。いや、2月はないと思う。で、去年も実はあれ箱を取ったやつか、ビデオ見たら分かるけど何ケースこう取ったか。買いに行ったもんね。今やったら在庫取れるから。それ全部引き取ってもらう。いや、もちろんそれ当然。うん、あの、そのいや、一回に。そうやろ。うん、うち儲けないんで。お金払うけ置いとってくれるんやったら俺買うけど。ST のダンダンがなくなった。事故になった。